今日はオークンの法則について Excel で相関図そして相関係数を算出し実際のデータを使って検証してみたいと思います特に文系の大学生、大学院生はこの相関とか相関係数分散、回帰分析など苦手意識を持つ方が多いかと思いますなんかねやる前から難しそうなイメージってありますよね数式だらけで全く理解できないそんな方のために今日は Excel の使い方も含め日本一わかりやすく解説しますとっても簡単ですよ ぜひレポートや論文作成に使ってみてください。まず今日取り扱うのはオークンの法則です。 経済成長率と失業率の間には安定的な逆相感があり、成長率が下がれば失業率は上がり、成長率が上がれば失業率は下がる。これをオークンの法則と言います。理論や法則というのは人によって違ったり、たまたまそうなったというものではありません。よく成功者の法則なんていうテーマの動画がたくさんありますが、人によって当てはまったり、当てはまらなかったり、そんなことないですかそれは理論や法則とは言いません。 理論や法則は統一的に説明ができいつどこでも一定の条件の下では必ず成立する汎用性再現性があるものですではこの多くの法則早速試してみましょう なぜ皆さんが今ご覧になっているのは、独立行政法人労働政策研究研修機構の完全失業率、有効求人倍率、長時系列データ。なんと、1948年から2020年までの完全失業率と有効求人倍率が載っています。データの出所元は、総務省統計局労働力調査と、厚生労働省職業安定業務統計、 長期間のデータをまとめたものになります。多くの法則に必要なのは失業率と成長率ですね。なので、この完全失業率のデータを使用します。ちなみに完全失業率とは、15歳以上の人のうち、仕事を探しても仕事に就くことができない人の割合です。一点注意しないといけないのは、非労働力人口と言われる学生、主婦、高齢者などを除いた割合になっています。話を戻しましょう。 オークの法則に必要なのは失業率と成長率なので、あとは日本の成長率に関するデータが必要ですよね。できれば公的機関が公表しているデータがいいです。ちょうどいいデータがありました。Google で経済成長率スペース推移と検索します。するとここ、上から2つ目に国土交通省が公表している、括弧に長期的経済の低迷というのがありますね。そこをクリックすると、そのデータがこちらです。 見やすいですね。1955年から2012年まで全てのデータが掲載されています。これを使いましょう。一度、労働政策研究研修機構完全失業率有効求人倍率のデータに戻ります。先にいらない部分、この C 列を削りましょう。そしてもう一度、国土交通省のデータに戻り、この成長率の1956年から2012年までの数値をコピーします。これを完全失業率の1956年、ここですね。 ここからペースト、貼り付けましょう。わかりやすいように、1955年まではデータがないので、この部分いらないので削っちゃいましょう。こんな感じですかね。準備は整いました。ではまず相関図、データを選択しましょう。ここからここまでです。選択したら、Excel の一番上の挿入をクリック。そして、このマークの下にある下矢印をクリック。 そしてすぐ下のこのマーク、これをクリックしてください。出来上がりです。さらに回帰直線を描きます。回帰直線とは、2組のデータの中心的な分布傾向を表す直線のことですが、難しいですよね。理屈で考えるより、実際にやってみましょう。とっても簡単ですよ。エクセルの上のここにクイックレイアウトとありますね。その隣の下矢印をクリック。いろんなパターンが表示されますが、これを選んでください。出来ました。こういう直線見たことないですか これが回帰直線です。ちゃんと数式でも表せます。このあたりに表示されているの分かりますかなんかちょっと見にくいですよね。ここをクリックしてそのまま横にドラッグしてみましょう。ほら、これなら見やすいですね。y イコールで表されていますね。切片は10.255になっています。これが回帰式です。 回帰直線、回帰式など専門的な言葉を覚えるとなんか分析をしてるって感じになってきましたね。じゃあ、その下の R 事情、これは何かというと決定係数と言われるものです。ここからちょっと難しいので、日本一わかりやすく解説すると、ここで推定された回帰式の当てはまりの良さ、度合いを表します。このね、当てはまりっていう表現がよく使われますが、これでも難しいという方はこう考えてください。この表にたくさんの点がありますよね。 その実際のデータと直線、この式とのズレを表すのが R 次乗決定係数です。決定係数 R 次乗は0から1の範囲の値を取ります。ズレが小さいほど決定係数 R 次乗は1に近づき、逆に予測値と実際の値のズレが大きいほど決定係数 R 次乗は0に近づきます。ここでは0.4959。うーん、ちょっとね、イマイチでしたね。でも回帰直線を見てください。 見事下へ向いてますね。かっこよく言えば、負の相関があることが分かりました。X 軸の失業率が上がれば上がるほど、Y 軸の成長率は下がっているのが分かりますね。では、今日はもう一つ、相関係数の出し方も日本一分かりやすくお伝えしますね。このグラフをちょっと横にずらします。Excel の一番上のデータをクリックしてください。そして一番右にある、このデータ分析というところをクリック。新しいウィンドウが現れましたね。 そしてここ、この相関をクリック。隣の OK をクリック。すると、こんなウィンドウが現れます。これは気にせずに、先ほどと同様、調べたいデータを全部選択します。1956年のここから、ここまでですね。選択したまま、このウィンドウの OK をクリック。新しいシートが現れました。ここの数値です。マイナス0.70421となっているのがわかりますか これが相関係数です。この相関係数は2種類のデータ。この場合、失業率と成長率との間の関連性、相関関係の強さを示す指標です。マイナス1以上、1以下の実数に値をとります。超わかりやすく説明しますね。マイナス1に近づけば近づくほど負の相関が強く、プラス1に近づけば近づくほど正の相関が強いんです。 こうやってどれぐらいお互いの関係が強いかを数字で定量化して示すことができるんです。アカデミックですね。ロジックで示すことができます。目安としてはこちら。おおむね0から0.3未満はほぼ無相関です。0.3から0.5未満は非常に弱い相関。0.5から0.7未満は相関がある。0.7から0.9未満は強い相関。0.9以上は非常に強い相関と言われています。 これを見ると、マイナス0.70421ですので、強い負の相関があるということになりますね。実はこの相関係数、二乗したものがさっきの決定係数になるのですが、このあたりの深い部分、ちょっと難しいので、また別の動画で解説しますね。ということで、今回のテーマである、オークンの法則。経済成長と失業率の間には安定的な逆相関があり、成長率が下がれば失業率は上がり、成長率が上がれば失業率は下がる。 つまり、負の相関。これが証明できましたね。以上、いかがでしたでしょうか全然難しくないでしょ今回、難しい数式は一切使っていません。文系大学生、大学院生の方、相関図の描き方、相関係数の算出方法、試してみてください。本日使用したすべてのデータ、すぐに飛べるリンクをこの動画の下の微考説明欄に貼っておきます。ぜひご参考ください。また次回の動画で一緒にお勉強しましょう。 以上、かずきちのオークンの法則。エクセルで日本一簡単に相関係数を調べる方法でした。See you!